おお、黄金色に輝いてる。すげえ。皆さんこんにちは、市岡元気です。今日はですね、なんとこんな山の中に来ております。なんでこんなところにいるかというと、最近動物の森にめちゃくちゃハマっていまして、石をスコップで叩くといろんな石ころとか鉄鉱石とか出てくるじゃないですか。僕もなんかいろいろ採掘したいなとか思いまして、そもそも皆さん金鉱石って何なのかが知らないと思うんですけど、モンスターハンターとかね、マイクラとか洞窟に行くと金鉱石が出てくるじゃないですか。あれやってみたいなと思って、ついに金鉱石を取りに来ちゃいました。いやでもね、金なんて出るのかなと思うんですけどね、まあ、ちょっと取れるかどうか冒険に行ってみたいと思います。でもね、ちょっとね、白衣汚れるといけないので、ね、採掘の格好に着替えますね。着替えてきましたよ。まあ、みんなもね、金鉱石って見たことないですよね。もしね、掘り当てたらこの動画たくさんの方にシェアしていただいて、金ってこんな風に取れるんだよってね、見てもらえればと思います。ただ僕だけだとさすがにね、もう1日探しても出てくるわけがないと思いますので、専門家の方にご協力いただいてます。すいません、お願いします。鍛金家の野中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。金の専門家、鉱物の専門家ですので、ちょっと今回協力していただこうと思います。今日はですね、はい、山の中に入って、はい、昔金が取れてた場所で、はい、この洞窟の中にちょっと入ってみたいと思います。はい、じゃあ昔はそこで金を取っていたってことですか？そうですね、ただ、うん、そこまで取れるわけでもないので、それで採算が合わなくて閉山しちゃったというっていうところですか？はい、ただそこまでの道のりがちょっと険しいので、はい、もう安全第一でお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ミネラルマルシェの会場内で砂金取り体験とかやってたみたいですね。ちょっとお気をつけつつ、はい、子供たち人状になったもの、うん、ああいうものが取れたりとか。いやーね、荒川、まあ、その辺にある川なんですけど、でも、まあ、頑張れば砂の中から金を取ることができるみたいですね。山を登り、川を渡り、見てあの川、大きな川、大きいっすか。複雑な山を3時間歩き、まだ3分くらいまた川ですよ、こんな川が。川を渡り、そして山へ。どれだけ歩いたことでしょうか。猿がいる。ちょっと応戦してください。行きましょうか、野中さん。なんでですか。伊藤君に任せて、猿の相手は。そこでもなんか熊、はい、爆竹。あ、猿が。お、はい、これで熊は来ないだろう。ブルーの石が銅多く含む国境会館だと思います。あ、そうなんですね。はい、とりあえずこの鉱石、まあ、金鉱石ではないですけどね、綺麗なので取っておこうと思います。前にあの鉄鉱石とかね、いろいろ北海岸とか探したことあるんですけど、今回は金鉱石ですからね。いや、じゃあ金ラピュタの世界みたいな感じになってますね。あります。こちらは守り神です。守り神です。あ、あの鉱山の、鉱山の守り神。はい、金の研究をされています。道がない。道がない。こちら凝灰岩、凝灰岩の中にちっちゃな隙間があって、はい、その隙間に水晶が出来上がってるんですね。はいはい、あ、
これは水晶ってことですね。はい、ただ衝動がそこまで大きくないので、はい、成長も少なかったんでしょうね。ここのは空洞みたいなところですね、はい、大きければ大きいほど大きい大きな水晶が水晶ができる可能性があるということですね。これ金は割ってみないと分からないですね。あ、そうなんですか、はい、ここで割れるんですかね。あ、来た。どういう状態ですか。まあ、業界が縦に、まあ、2つに割ったという感じで、ここと、はい、ここに衝動があって水晶が見えてます、はい、でその上に運が良ければ乗っているというですね。ないということで、はい、金があるかないかでどうやって。金はもうこの日光に当てたらもうキラ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 光って、違うんですね、はい、水晶の輝きと金の輝き、重厚な輝きです、ね、重厚な輝き、はい、ワクワクしてきましたよ。めっちゃキラキラしてる。水晶ですよ、水晶。野中さん、はい、めっちゃキラキラした石見つけましたよ。これ水晶の結晶がいっぱい。おー、でかいですね。ちょっと目で見える水晶の結晶が見えますけど、どうですかこれは。綺麗ですね、これは。見込みがえないです残念。伊藤君持って帰る。してんならください。おー、ここで針当たるんですか。多分イノシシか。野中さんはうち間違えられそうなことないですか。あ、ここですか。そうです。おお、すごい。ああ、下の方は湿ってるんですか。なんですかね。ちょっと水没してますね。水が入ってますね。ここからが本番になります。ここからが本番ですか。はい、ここからが本番なんですね。ここからが本番ですか。じゃあ行ってみますか。結構こういう沢にも、はい、水晶のついた石とか転がって、そうなんですか、はい、プラスとかで磨くと金が出てくるっていうこともありますね。やば、川に金。ちょっと大きめの石とかゴロゴロしてるので難しいですね。ベノーカスティックですね。ベノーがある、はい、で、キエが凝縮してメノーに、メノー化してきているものをゲットしました。キトク金ですか。一回ここに入ります。はい、お、確定です。はい、お、確定です。やば、え、おー、黄金色に輝く。すげー、来ましたよ。これ見えますか、この金、キラキラ輝く金です。皆さん、金鉱石ゲットしました。壁にめちゃくちゃいっぱいそこら中についてるので、いやだ、金に行くんだよな。来ましたよ、これ見えますか、この金、キラキラ輝く金です。